こんにちは。お久しぶりです。実はね、まあ実はっていうか、まあ知ってる人は分かってると思うんですけど、僕うつ病でパニック障害で、対人恐怖症で、自律神経失調症で、ノイローゼなんですよね。それで精神障害者2級なんですけど、まあゲームの配信が時間まちまちなのは、まあそういうこともあって収録時間がまちまちなんで、配信がまちまちなんですけど、決まった時間に配信ができないっていうのが一つと、生ライブっていうのができないんですよね。対人恐怖症なんで、喋ることができない。録画配信なら撮り直しができるんで、なんとか喋ることができるんですけど、そういうこともあって、配信の時間がまちまちであれなんですけど、それ以外に糖尿病って今日病院の検査で血液検査したら糖尿病を宣告されました。まあある程度覚悟はしてたんですけど、糖尿病でとりあえずは薬療養で治していくんですけど、うつ病の薬がかなりの量飲んでるんで、どちらかを減らさないといけないっていう選択肢に迫られてて、なおかつ僕高血圧なんで、よいしょ、血圧の薬も飲んでるんですよね。高血圧なんで、まあ正直僕の年齢から言って糖尿病で精神障害で高血圧で、もう参ったなと。まあ運動不足が一番の原因でもあるんですけどね。でもうつ病で運動ができないんですよね。外へ出るのが怖いんですよね。憂鬱な日々です。この先どうなるのかなって。まあゲームを楽しく配信していけたらいいんですけどね。それで十分なんですけど。
さすがに今日の糖尿病宣告はショックを受けました。薬療養と、食事療養で治していくっていうのが一つなんですけど、なんとかね、力ある限り、命続く限り、 YouTube で何かしら面白いことを配信していけたらいいと思ってますんで、頑張ってね、ゲーム配信もいろいろ、今はスマホアプリのゲームばっかりなんですけどね、スイッチやプレステやレトロゲームも持ってるんでね、そういうのも配信していけたらいいなと思っております。そういうのを配信していくだけのエネルギーが欲しいですけどね、なんとかどこまで続くかわからないけど、頑張って、スマホアプリのゲームだけじゃなく、スイッチやプレステやレトロゲームや DS とかのね、ゲーム配信もしていきますし、それ以外にもね、いろいろ企画してたことがあったんで、元気になればね、またできると思うんで、やっていきたいと思います。答えた。皆さんのコメントとかね、読めば元気に出るんでね、ぜひとも励ましのコメントとか、ゲーム下手くそですけどね、下手れゲーマーなりに頑張ってますんで、アドバイスとかくれたら勇気が出るんでね、よろしくお願いいたします。コメントの方どんどんとしてくれて、返せていけるうちは返していくんでね、ご返事を、抜けちゃってるところもあるんですけど、気づいた分に関してはご返事返していけるようにしていきますんでね、どんどんとアドバイス
ゲーム上手くなるためのアドバイスや、励ましの言葉頂戴ください。それでは皆さん、皆さんは健康に気をつけ、まあ健康に気をつけて言うても気をつけようがないんでね、病気なるときはなるんで、怪我もしたくてするわけじゃないんでね、するときなるときはなるんで仕方がないんで気をつけようがないんですけど、まあ皆さんは健康でいてくれたらいいなと思っております。僕も頑張って、体調万全にして楽しい配信をどんどんしていきたいと思ってますんでね、特にモンハンなんてね下手くそで頭詰まりになってるんですけど、頑張っていきますんで、応援のほどアドバイスのほどよろしくお願いいたします。それでは皆さん、またね。さようなら。バイバイ。